最後に中山雅史選手よりサポーターファンの皆様へご挨拶いたします。俺がジュビロの中山だ。センキューセンキューセンキュー。ヤマハ発動機に入社しまして、ここまで20年間、いろんなことがありました。その中で、いい思い出も悪い思い出もありますけれども、いつも僕の背中を押してくれたのは皆さんでした。どれだけ大きく成長できたかは分かりませんけれども、皆さんの声援があったからこそここまで頑張れてきたと思います。ここで終わるのが一番綺麗な終わり方かもしれないんですけれど、まだやりたいという気持ちが、情熱が僕の中に残っているので、プレイヤーを続けたいと思っています。まだチームは決まってませんけれども、行ったチームでもここで培った成長してもらった魂を胸にピッチで走りたいと思います。あと1試合残っています。ジュビロの勝利のために、成長のために、一生懸命努力していきたいと思います。ありがとうございました。中山雅史選手は今後も現役を続行いたします。これからもジュビロ磐田ともども、村井慎二選手、茶野孝之選手、鈴木秀人選手、中山雅史選手へ熱いご声援をよろしくお願いいたします。ジュビロ背番号14、村井慎二。ディフェンダー背番号3、茶野孝之。ディフェンダー背番号2、鈴木秀人。フォワード背番号9、炎のゴールハンター、中山雅史。これよりジュビロ磐田全選手、監督、コーチ、スタッフが場内を一周いたします。選手が近くに参りましたら温かいご声援をお願いいたします。ジュビロ磐田ホーム最終戦セレモニーをご覧いただいています。元日本代表の4人の最後の挨拶がありました。金田さん、はい、まあ、最後に中山選手が挨拶をしましたが、はい、情熱がある限り戦い続ける、はい、現役を続ける、走り続けるというコメントがありました。本当にサッカーが好きだからこういうことを言えるんでしょうね、中山選手は。そうでしょうね、やっぱり彼から出てくるね、情熱とかね、努力とか魂とか、はい、やっぱ重いですよ。本当に彼の口から出てくると、そういう言葉の響きがすごく重く感じますね。
いやまだまだ目指してほしいなと思いますよ、はい、中山選手も言ってましたが本当はここで引退するのが綺麗な終わり方かもしれませんが、はい、僕には似合わないということを中山選手は言っています。来年のワールドカップで日本代表を選ばれることを、はい、どっかで彼は信じてるでしょうから、はい、自分の力をね、やっぱそこを目指して頑張ってほしいなと本気で思いますよ。彼、ね、狙ってると思いますから。そうですよね、まあ、ヒデトもね、はい、引退じゃなく次のチームをね探すっていう、はい、まあ、彼のプレーぶりから見て非常に謙虚な言葉が出たんで、はい、僕は結構笑ってましたけど、はい、数々のやっぱり名シーンをね作ってくれたプレイヤーとして、うん、やっぱり僕の記憶には本当に残る選手だったのでね、はい、できる限り長くやっぱりいいプレーをして感動を与えるプレーをね続けてほしいなと思うのと同時に、広島のサポーターが最後までね、はい、ジュビロのもちろん中山とか秀人とか茶野とか村井のね、はい、勇姿をやっぱり見ていたいっていう、こういう光景っていうのは非常にこう、はい、清々しくて、僕は上で見てますけど非常に感動を覚えましたね、はい、そうですね、相手のチームに対するやっぱり紳士的なエールだと思うんですよね、いい光景だなと思います。今ちょうどサンフレッチェ広島のサポーターの前を一塁岩田の選手たちが歩いていますが、特に対談する4人、中山選手、鈴木選手、茶野選手、村井選手に対して大きな声援が送られています。こういう光景を見るだけで誰からも、サッカーファンからも、どんなサッカーファンからも愛されたということが分かります。すごいね、腕の一振りで中山のゴンゴールを広島のサポーターが1秒たりとも狂わずに行えるっていうのはすごいことですね。そうですね、サンフレッチェのサポーターもそのダンスを、そしてコールもしていました。今中山選手が90年にヤマハ発動機に入社して以来20年間過ごしたヤマハスタジアムのサポーターに対して挨拶を行っています。深々と頭を下げました。鈴木秀人選手は、金田さん、はい、このバックスタンドの前を走った時の声援が本当に気持ちよかったと話していました。あー、なるほどね、サイドを駆け上がる時にものすごい声援が起こる、まあやっぱりセンターとか右サイドのねディフェンダーとして数々のやっぱり記録を残してきたチームの一員で、日本代表の力もありながら、僕はやっぱり彼が言葉の中でね、もう少し練習場でピッチ上で選手同士言い合ってほしいと、はい、やっぱり17年間所属したチームの中で、悪い時もいい時も経験している彼から出た言葉っていうのはね、僕は次のジュビロが成長するにあたってのヒントが隠されてるんじゃないかなと思ってるんですよ。なるほど、それぐらい重い言葉をね彼言ってたので、うん、ここはやっぱりジュビロの関係者選手謙虚に耳を傾けなきゃいけないなっていうふうに僕は思いましたけどね、はい、本当にたくさんの思い出作ってくれましたから、中山選手がちょうどバックスタンドの中央に差し掛かりました。ジュビロでの思い出はたくさんありすぎて一つに絞りきれないと、その対談が決まった時の会見で話していました。いろんな山あり谷ありで僕自身にとってすごいたくさんの経験もさせてもらったクラブだし、自分自身も成長させてもらったクラブ、本当に感謝していますと中山選手は話しています。この戦力外通告に対してはいつかはそういう日が来るし、それが今年来たということだけで、ここまで通告を受けなかったことは僕は幸せに感じますと中山選手は言っています。今シーズン出場できないことで、まあ、ある程度金田さん、はい、覚悟はしていたと、そうでしょうね、通告された時には、まあ、さっぱりしていたということは言っていますが、はい、ただ20年間過ごしたこのクラブ、いろんな思いがあって今このスタジアムを一周しているはずです。
まあ、本当に彼の言葉の中、挨拶の中にね、はい、自分がここまで頑張れてきたのは背中を押してくれたのはサポーターのおかげだというふうにゴンが言ってましたけど、でも同時にね、はい、半分はゴンがサポーターに勇気を与えてきたっていうのも事実なんですよ ね、 そうですね。本当に意味でのギブアンドテイクっていうのはやっぱりサッカーの中でピッチを挟んでね、選手とサポーターがきちっとした交流をしてるっていうね、そういうシーンを本当に焼き付けてくれた男だと思いますよね。はい、90年にヤマハ発動機に入社した時には、まあ、午前中は勤務をして、そして午後は練習をした、そこから始まって、さらに練習場は野球場でスタートして、内野のグラウンドがあって、マウンドがあって、その外野で練習をした、それも今はいい思い出ですと話している中山。本当に今はそのサッカーで飯が食えること、それを幸せに感じると中山選手は話しています。そうですね、そうですね、90年にヤマハに入社をして、金田さん、93年には練りが始まりましたけれども、はい、まあ、1年は移籍の話もあったんですが、ヤマハに残って、そして94年に次の年に J リーグに上がっていったんですよね。それだけこのチームに対する愛というものは、まあ、七海選手もジュビロ愛はゴンだよということを言ってましたけれども、まあ、そうでしょうね、それはヒデトだってね、18年間、まあ、17年間ですか、35歳までプレーして、それでもすごい、はい、でもまた20年ですからね、ゴンの場合は。やっぱり思うと思うんですよね、あの20年お世話になって当然感謝しなきゃいけない、はい、やっぱりプロサッカー選手が J リーガーとしてね、今置かれているプロスポーツを選んで生活基盤をサッカーで作ってるっていうありがたさ、はい、サポーターが身銭を削って土日の夜会を利用して見に来てくださる、スポンサーがやっぱりいて企業が賛同してやっぱりクラブっていうのは成り立ってるわけで、はい、そこでプロとして飯が食えるサッカーでっていうね、そこの感謝の気持ちっていうのはゴンは当然持ってるでしょうけど、本当はサッカーを取り巻く今現状の J リーガーもクラブの人間もね、あのサッカーに携わる僕も含めてやっぱりもう一度感謝しなきゃいけないなと本当思いますね。本当にみんなの声援が俺を走らせてくれました。まだ走り続けたいんだな。ジュビロは離れますけど、皆さんの思いを胸にピッチで思い切り走れたらと思ってます。ジュビロと戦うときは頑張っちゃうかも。本当にあの20年ありがとう、ありがとうございました。
ごめんなさい。まだこれから成長過程です。皆さんの力で思い切りサポートしてください。熱い声援で後押ししてください。おい、俺も頑張ったよ。チームのことを思いやるという、そうですね、彼らしい行動ですよね、まあでもやっぱり隊長だね。そうですね、本当にリーダーだね、中山隊長ですよ。引退セレモニーじゃなくて退団セレモニーでこれだけ盛り上がるというのは、そうですね、まあ全スポーツ競技を進めてもないでしょうね。選手の対談のセレモニーをご覧いただきました。立田さん、はい、中山選手の今後に一言お願いします。まだまだ現役を続ける中山選手に対して、まあ、そうですね、はい、やっぱりいつまで経ってもサッカー少しでも上手くなりたいというね、うん、その情熱がやっぱりサポーターに伝わる限り、はい、長く続けてほしいなと思います、はい、いや本当に感動ありがとうございました。中山正史42歳はこれからも走り続けます。解説金田信俊さんでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。